中段から、頂上方向近八山公園記念碑金、八山公園は、新潟市中央区関屋近八山町にある都市公園である。1959年に開園。統合神社、遥か廃城の石踏みも混流されている。公園の管理者は、新潟市東部地域土木事務所。1868年に起きた、戊辰戦争の当時、 新潟の町に薩長をはじめとする新政府軍が、新軍し、関谷地区にある金八山本拠地として選挙、激しい戦場と化した。1889年4月1日に、市政志向で、新潟区と西貫原軍、関谷村との合併により、新潟市が発足する際に、金八山という名称もそのまま住所となり、関谷金、八山町となる。 1939年10月30日には、金八山の中段に、統合神社、遥か廃場の石踏みが建てられる。1959年には公園化され現在に至る。金八山は、標高20メートルも満たない程度であったが、近隣を、見渡せる丘であったため、関や母親戦争当時に作長をはじめとする、新政府軍も、奥越列藩同盟をはじめとする、 旧幕府軍にとっても戦略上有利に進めるためには非常に重要な場所であった。山は砂丘のような砂状の地質であり、石や地区の多くは砂畑も多かった。公園建設前までは山のふもとにはアカシアの木が生えていた。石や母親戦争から90年余りが過ぎた昭和30年頃から砂丘として残っていた金。 八山を公園化する計画が決まり、麓にあったアカシアの木は伐採され、山頂を中心とした約半分にあたる部分を切り崩し平地として公園建設が始まった。砂地の山は石や母親戦争当時からそのままの状態で手をつけられておらずに残っていたことから、公園建設工事中、埋葬されていた新政府軍の兵士の土葬と思われる遺体の入った壺が多く発見され、 人骨や刀剣等の遺品などが多数出土した。現在も金八山の残った半分はそのままになっており、出土していない遺骨が眠っていると言われている。1959年11月に公演が完成し、当時の新潟市長の渡辺光太郎による記念碑が混流されており、と記されており、母親戦争の歴史が刻まれている。新潟市の都市計画情報。 ありがとうございます。